はい、池を移動してきました。ちょっとここは1ヶ月ぶりぐらいに来る池です。じゃあちょっと去年の11月頃にちょっとヘビキャラで2匹釣ったとこなんですが、まあ、最近ちょっとも厳しいってことです。ちょっと、まあ、ちょっとここもちょっとミドストから攻めてみようと思ってます。まあまあ水も綺麗だし、ちょっと風もあって中層いるかなってことで、はい、レイジャパンフィッシュローラー412、ジグヘッドは 0.9、 あのベスパの 0.9 ですね。ミドストやっていきます。跳ねたぞ。バスかな。さっきからなんか結構ボイルしてんだよな。バスかな。あー、サビ、風が冷て。サビ。すげえなボイル。ちょっと、あ、なんだあれ。ボイルが気になるな。もうちょっと風も強いし、ちょっと巻いてみよう。ちょっとチャッターでもやってみようかな。
ちょっと、まあ水もちょっと綺麗なところだから、エバーグリーンの弱ハンマー SB に、あ、そうだ、思い出した。同じく、ずっとこのバーム名前が出てこなかったんですけど、あれです。エバーグリーンのバスエネミースティックってやつですね。でもこれ、インチはちょっと4インチぐらい。5インチだったかな。4か5インチのどっちかです。手が冷たい。結構暑がりでちょっと寒さには割と強い目の僕でも、もう結構手がかじかんできた。でもちょっとあえてもう手袋はしないように。やっぱりなんだかんだ 手袋に針が引っかかったりする方が嫌なんで、意地でも素手でやります。あーでも冷たいし寒い。